し、昼飯作っていくぜ。というわけで、フライパン温めてまーす。はい、サラダ油。よし、昨日の残りのホルモン焼いちゃいまーす。よし、キャベツも入れちゃいます。はい、麺。今回の焼きそばはこちらの明星の鉄板焼きそばかつお風味を 1.5 玉にしてます。ソース入れよう。粉末ソースはたっぷりと。よいしょ。2人前でいっておきます。野菜も入ってるんでね。はい、でちょっとだけ水。うわ、めちゃくちゃいい匂いしとる。うわ、めちゃくちゃいい匂い。ちょっとこのままちょっとお焦げつけますか。よし、いいかな。うん、やべ、ちょっとくっつき出してる。よし、これでいいわ。 OK です。よし、あ、でもちょうどいい量やな。多くもなく少なくもなく、うん、やっぱ 1.5 人前が一般成人男性やったらちょうどいいぐらいじゃない。うん、ちょっとライスつけてもいいしね、足りなかったら。今日ライスないけど。よし。よし、とりあえず、ホルモン系なんで、今日は鰹節とかそういうのじゃなく、ネギと、はい。付属のふりかけ。青さやな、ここな。青さとちょっとごまが入ってるぐらいか。これもあんまいらんかもしれんな。何気にシンプルな方が。うまそうな気もするね。まあ、あと唐辛子ぐらいかな、これに。青のりいらんかったなぁ。唐辛子と、中華っぽく五香粉にかけましょう。よし、これでいい。よし。味噌汁もつけて、本日は、こんな感じで、日清の、じゃあ、明星の焼きそばで、ホルモン焼きそば作りました。食べたいと思います。よし、行くぞ。パ、はい、どうも、パチマス協会でございます。ただいま3時でございます。朝ごはんを食っておりますので、お昼ごはんは最近遅めとなっております。というわけで、できました。明星の焼きそばで作った、ホルモン焼きそばでーす。まあ、このタレ付きのコテッちゃん、ね。それと、焼きそばを混ぜただけですね、キャベツとね。はい。ご幸福とか、それはもうお好みだと思いますんでね。お好きにしてください。食べたいと思います。いただきます。味噌汁は朝飲んでるやつの、朝飲んだやつの残りです。あ、ごめん。これ味噌汁の中で今日パスタにしてました。うん。味噌汁私どうしようかな思って焼きそば残ってたからね。ホルモンで焼きそば。あ、うめえ。味噌汁ね、あったらあったらうめえんだよ。
やっぱ朝飯食うんやったら味噌汁作りたいなって感じがするね。昼飯やったらめんどくさいんでやらないけど。うん。一日の中で一番食うのは昼飯やからな。昼飯に味噌汁作るよって感じやけどな。なんか朝飯な感じな味噌汁が。いただきます。うまっ。めちゃめちゃうまいやないけ。このホルモンほんま炭水化物と相性やばいな。うまいなこれ。やって大正解やな。ご飯の方はもっと合うんかもしれんけど、これはこれでありやわ、かなり。うん、このちょっと焦げたところがまたうまい。このホルモン絶対買ってこう。今日仕事終わりに買い物行ってこうな、ちょっと。もう一パックだけは冷凍しちゃうんですよ。見切りのやつ、半額のやつね。こんなもん何パックあってもええわ。半額やったら。うめ。いやー。麺がね、このインスタントじゃなかった方もしかしたら良かったかもしれん。ストレート。ストレートの中華麺。うん。これはこれでありかもしれんけどね。私、このインスタント麺は好きなんでね。この焼きそばにすんの。お好み焼きとは無駄にするとき結構この中華麺、このね、インスタント麺使うんで。好きなんですけど、このホルモンに関しては普通の生麺のやつの方がいいかもしれんね。あ、うまいわ。ご甲府めちゃめちゃいい仕事してます。これで本格中華になるもんな。これはまあ中華と言えるものかどうかは別としてね。ピナコが机の上に乗ってる。ピナコ！ほら。ピナコ！ピナコ降りなさい。降りろ。来た。やばいっていう顔しよった。あたいが怒られてるって。分かってる。あ。来た。はい、カットしました。猫が置いた製品がちょっと焦りましたが、めっちゃ見てるそこで。はい。ちょっとね、職場に一瞬行かないといけないんだけど。これ置いたままね、危険ですから。猫外出してると。うん。うまい。このホルモン、ほんとうめえわ。いつも売ってんのかな？ご甲府がめちゃめちゃいい仕事してるわ、この焼きそば。まあ、あの、八角とか、ホワジャオとか苦手じゃない人、本格中華っぽい味が好きな人は、ぜひとも、ご興奮使ってみた方がいいと思いますよ。本格中華な香りがします。あ、二玉にどいねよかった。もっと食べたかった。うん。でも今日暇やねんな、仕事。暇やねん、飯いっぱい食べる資格はねえ。いつも食べてるけど。
でも食べたかったな、もうちょっと。本日あの中年パテムソニックの次回作が完成しまして、今度の土曜日に日曜日に公開させていただきます。あのこんな俺でもパテさん彼女できたんです。だってね、 2,3 件連絡行きまして、まあ、あえて答えてはいませんけど、次回のVlog動画見てください。うん。うん。まあ、そこでどういう関係の人なのか一応言ってますんで。彼女かもしれんけどな、さあ飯も難しい。まあと1時間半ぐらいしたらまだ仕事やな。どっちにしろでものどかな日だ。うん。でもおかげさまで4月はもう暇な日も結構あったけど、トータル的に例年の前のね、あの職場で働いてた時に比べたら 1.5 倍ぐらい、 1.5 倍おかげさま 1.2、3 倍ぐらいの儲けになりましたんで、ローン分ぐらいはちょっとプラスアルファ稼げたかなと思いました。もう今の時点でね、もうちょっと頑張りますけどもね。はい、というわけでパテモト協会、本日は明星の焼きそば、まあ明星の焼きそばやし美味しかったかというと、ホルモンがとにかくうまかったです。また行ったら買っておきます、あのニラとね。はい、というわけでごちそうさまでした。皆様あと1日頑張ってゴールデンウィーク迎えてください。ほな。